はい、どうも、いつきんです。ご無沙汰しております。しばらくアップデートがなくて、ちょっと動画にするネタが、見つからずサボっておりましたが、22日からクランバトル、来ますので、また動画の方、編成動画上げていきたいと思います。あとは、新装備ですね。クランバトル中にキャラの専用装備が、来るということなので、そちらの、検証の動画も上げていけたらなと思っています。あと、皆さん、投票されたかは分かりませんが、Google アプリの、2018年アワード、というものが、今、投票始まっています。で、プリンセスコネクトが今、なぜか1位になっているので、まだ投票されてない方、ぜひ投票してみてください。これですね、おそらくランキング1位になると、まあ、ジュエル配布なり、なんなり、あると思いますので、ぜひ、投票してみてください。はい。で、今回は、イリアのハードクエストが追加されたということなので、オートワンパン編成の方を紹介していこうと思います。メンバーについては、純ゆかり、鈴名、しおり、ゆいというメンバーでいきました。まあ、弓であればですね、鈴名、しおりじゃなくても、アリサだったり、入れてもいいと思います。でですね、まあ、オートにはしてるんですが、ちょっと運が入るところもありますので、オートじゃきついという方は、まあ、手動に切り替えて、ユニバ温存したりとか、して、やってみてください。それではご覧ください。冒険譚の始まりです。正義のために。負けられないんだ。やれます。クラウダ。早く強く鋭く外しません。エンチャントアロー。もう大丈夫。聖なる盾よ。みんなを癒して。まだ。ハートブレイク。受けてみろ。インフェルノシールド。行くわよ。神と言うなら。それ。外しません。エンチャントアロー。乗ってきたよ。ハートブレイク。金と言うなから。みんなを癒して。止まって。あなたに力を。その程度。インフェルノシールド。外しません。エンチャントアロー。はい。聖なる盾よ。ハートブレイク。負けなくなかなかやるな。みんなを癒して。それ。悪く起こす。外しません。エンチャントアロー。インフェルノシールド。もう大丈夫。負けられないんだ。ハートブレイク。あなたに力を。これで終わりならいいんだけど。外しません。エンチャントアロー。みんなを癒して。あなたに力を。抜ける。聖なる盾よ。それ。ハートブレイク。インフェルノシールド。外しません。エンチャントアロー。クラウド。いいえ。神と言うな。抜ける。外しません。エンチャントアロー。まあ、なかなかやるな。まだ。インフェルノシールド。よし。みんなを癒して。私だって。ハートブレイク。ちょっと。行くわよ。聖なる盾よ。外しません。エンチャントアロー。来ないで。そのインフェルノシールド。もう大丈夫。負けられないんだ。まだ。受けてみろ。あなたに力を。外しません。エンチャントアロー。金という。みんなを癒して。それ。負けられないんだ。なかなかやるから。聖なる盾よ。ハートブレイク。外しません。エンチャントアロー。インフェルノシールド。いいえ。早く強くするだ。この鎧は伊達ではないぞ。